こんにちは、こちらは隠しアチーブメント獲得方法動画です。よろしくお願いします。まあ、この画面の桜マークのところへ向かいます。時計回り、右回りで進めますね。池の中の邸宅だっけ、秘境へワープできると楽に取れるけど、秘境解放してなくても行けます。ということで、テントスポットにある書物を巡っていくんよ。はい、ここです。戦闘中調べられないので、内容は割愛。はい、ということで、ここのパズルのところの書物もカウントされるっぽいのですが、ここの動画今日出したけど、同じやつを2個貼ってしまっていたね。一応限定収益化なしで、コメント欄に動画追加してるのでよかった見てみて。あ、もう喋ることがねえわ。まあ、テントが目印だから、前回の墓調べるやつよりわかりやすいよね。ということで、ラストです。アチーブメントくらいしかないから、コンプリート用だね。はい、ここですが、武士が邪魔なので倒します。はい、これで終わり、お疲れ様でした。